半号は韓国の小説家。広州広域詩生まれ。父は小説家の半正面。1993年、期間、文学と社会でソウルの冬等の五編の詩で文壇デビュー。翌年1994年、ソウル新聞新春文芸に短編が当選し、小説家として一役名を挙げる。その後、サランなどを作品を通じて、 人間の根源的な悲しみや寂しさを表す作品を発表してきた。緻密な細部、飛躍や断絶のない構成、豊富な象徴などで若いマイスターの誕生を予感させると破格の称賛を浴びた。2005年には審査員7人の満場一致で作品が理想文学賞大賞を受賞した。同賞の歴史上、 1970年代に生まれた初の受賞者であり、父の証言も1988年に同賞を受賞していることから初の親子受賞となった。文学評論家の李魚霊は、半号の、は、キーな素材と独特な人物設定、混乱した話の展開で不自然な小説になる可能性もあったが、レベルの高い象徴性と優れた作法で、 面白い小説になっていると評価した。2013年に初の詩集となるお上司。2016年でブッカー国際賞受賞。ありがとうございます。